さあ、続いては講演の5となります。がん相談支援センターにご相談ください。がん治療と医療費についてというテーマで、福島労災病院メディカルソーシャルワーカーの千葉和義さんにお話を伺います。では千葉さん、よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。えー、皆さんこんにちは。こんにちは。あどうも。 反応ありがとうございます、えー、福島労災病院でソーシャルワーカーをしております千葉と申します、えー、まあ、時間も押しているようなので、えー、入っていきたいと思います今日はですね、まあ、この治療と医療についてという話ではありますけれども、うん、まあ、もうちょっとわかりやすく、えー、進めていきたいと思います、えー、今日の内容なんですけれども大きく分けるとあの私の所属してますがん相談支援センターっていうのがどんな場所なのかっていうところ今日はこれだけお持ち帰りいただければ 十分です。それ以降はあとはあのちょっとですね気持ちを楽にして聞いていただけるといいかなと思ってます。あとは県内の動向であるとか肝心な医療費のお話、あとは先ほど武藤先生からも振りがありましたがお仕事のこともちょっと触れていきたいと思っております。では進めます。がん相談支援センターですね。まここでですね全国にがん診療連携拠点病院っていう名前のですねいわゆる国の指定を持ったがんの専門病院っていうのがあります。 こちらがいわゆる7月1日現在で436個ぐらい。 国内にあるんですけども福島県内には9施設いわき市内には2つあります皆さんご存知ですねいわき市の医療センターとあと福島労災病院の2つということですねでその相談支援センターというところには国の方で指定した研修を終了した専門の相談員さん私のような社会福祉士であるとか場所によっては看護師とか心理師さんを配置しているようなところもありますでもう一つがん相談支援センターこれもとっても大事ですね これから利用する方、相談支援センターをご紹介する方にもお伝えいただきたいんですが、患者さん、ご家族さん、どなたでも利用できます、いわゆるそこの病院にかかってない方でも利用できます。 で相談は無料匿名での相談も可能ですなのであのお名前は伝えたくないんだけど相談したいなんていう方は可能なかぎりでお答えします、えー、秘密は厳守いたしますがん、えー、の診断から治療ただここに関してはあの先生に代わって治療方針を決めるということはありませんが、えー、一般的な形で相談を乗りますその後の療養生活と、えー、社会復帰お仕事なんかこれに絡みますね。 あとは全生活全般にわたっての相談をすることができます介護のこととかあとは生活費医療費のことなどなどですねあと不安や疑問です、ね、を感じた時これが結構多いんですけれども何を誰に相談してよいかわからない時ってあるんですねなのでそういった時にぜひご利用いただけるといいのかなというふうに思いますでがん相談支援センターに相談できることの細かいやつがここに書いてあるんですけどまあ覚 覚える必要はないいと思います、えー、先ほどの触れた内容以外ですとセカンドオピニオンって聞いたことありますかねあの他の先生にどんな治療方針でこれで合ってますかとかね、えー、他に治療方針ないですかなんていうふうに意見を聞くものですけどもそういったことのご相談であるとかあとは先生との関わり方、えー、先生と外来でどういうふうにこう接して質問したらあの先生うまく答えてくれるかななんていうような話からですね、えー、そのほか気持ちちょっと最近落ち込んでるとか、えー、制度どんな ことととがああるのとかかかは周りにどう話していいかかんないわな家族にとか職場になんていうような相談がよく寄せられます、えー、さらにですね、えー、最近は仕事のことなんかやっぱり相談内容としては多くってそれ以外にアスベストとかあとは患者会の方々との連携なんていうのが業務内容になっておりますでこれからはですねがんの,のゲノム医療とか、えー、いわゆる希少がんあとはこれ若年層のがん患者さんのことを言うんですけど綾世代 あと生殖機能の相談も受付できるように皆さんで努力していきましょうというようなことが国の方から言われております。で、党員のセンターの様子ですね、こんな感じでこう看板があって、半透明のガラス張りになっててですね、個室。 をキープしておりますあとはこういった冊子も置いておりますので皆さんご自由にお持ち帰りいただいて結構ですという形で当院の場合ですとですね相談件数が大体こう年度で見たやつですけど昨年は全体で1465人。 が利用されておりましたあのこちらの相談室、いわゆるがん以外の患者さんの相談もお受けしておりますのでこういった人数になっておりますうちがんの患者さんが674人とただ1回の相談で済むわけではないので繰り返し繰り返しこう相談される方が非常に多いということですあと加えて当院は労災病院ですのでいわゆる勤労者の支援というところもやっております昨年の4月2日からですね福島産業保健総合支援センターっていう50人未満の会社の 保健衛生をサポートするセンターがあるんですけどもそこと連携取りながら当院の患者さん家族さんはもちろん地域の患者さん家族さんあとは会社のスタッフですね人事労務の方とか産業保健のスタッフさんとかそういった方々と相談を乗るとで加えて当院の場合は書店の資格を持った3名ですね相談員を配置しておりますこんなポスターとかチラシ貼ったりこんなですねカード配ったりしてます で昨年度は大体です、ね、80人ぐらいの利用者があって延べ相談、いわゆる何回か繰り返し相談されているケースでいうと全体で132回ぐらい利用されていたということですね。ねその他 いわゆる患者さんのサポートの一つとして乳がんの患者サロンというですねこれ月1回開催ですけれども当院もしくは当院外の通院している乳がんの患者さんそのご家族さんのいわゆる騒会というかミニ講演会というかそういう集いの場を提供してみたりあとはピアサポートサロンといってですねあのガンピアネット福島という、ね、NPO 法人があるんですけどもいわゆるがんの経験者の方々にご協力いただいて でこういった話し合いの場を持ったりあとは頭皮ケアと医療用ウィッグいわゆるこれ外見のケアですね先ほど先生の方からの皮膚の色がであるとかあとはいわゆる治療に伴っての脱毛なんていうこともあると思うんですけどそういったところの窓口も月1回なんですけど解説していると他の病院に通院中の方でも参加できますからね。 えー、さらに、えー、県内のがん相談支援センターというところですねあの県内に9か所そういった病院があるというお話をしました、えー、県内ではですねこういった大きい会がありまして、えー、9つのそういった専門の病院に加えて医大のドクターを中心にしていろんな職能団体とあとは行政ですね福島県の方と一緒にこういうふうに地域で活動しております 相談支援センターってこういうところあるんだよっていうチラシを作ってみたり患者さんが持ち帰れるサポートブック作ってみたりあとは県内のがん相談員ですねあの実際に相談に従事している相談員さんとか看護師さん向けの研修会を開催したりえ今年はですは宮城、山形、福島合同研修なんかで45名集まってやってみたりですねえ昨年度はえ東北6県 の相談員を全部こう集めてですねでいわゆるがんの経験者の方も含めて111名の大規模な研修会を福島市でやったりなんていうのをやってました。で、これがん相談の空白地域っていうのを私たちちょっとネーミングしているものがあります。何かっていうと福島これ皆さんね、あのいわきここですねあります。で、この病院マークついてるのががんの診療連携拠点病院があるところなんです。で、この丸つけたところ。 それがないんですねっていうことはそこの方ってどこに相談してんのかなっていうことで調査かけたんです。そしたらば 相談できる場所なかったんですよなのでそこに対してはどうにか、えー、サポートしないといけないよねっていう話から、えー、各地域の図書館と連携したりそういった病院がないところに実際に出張してがん、えー、相談ってこういうものでその地域に拠点病院がなくても相談できるんだよということで、えー、講演会やったりあとはちょっと数劇してコスプレして、ね、やってみたりとかそういった活動もやっていましたで、えー、肝心な医療費のお話にちょっと移りたいと思います。 がん、えー、になると、えー、医療費当然心配ですよねで入院が伴えば食費とか、えー、お部屋代なんかもかかることもあるかなと思いますあとは、えー、ストーマの、うん、いわゆる、えー、衛生材料費とか、えー、生活費 ですね、いわゆるがんになって収入が増える方ってそうそうないのでいわゆるがん治療とか入院に伴ってお仕事ができなくなって収入が減ったり場合によっては決まった年金の中で医療費を捻出しなきゃいけないなんていう方が当然いらっしゃるなのでこういった生活費も心配になりますお仕事のことも心配あとはもしかするとお子さんのこととか介護のこととか最後のことなんていうようなことで不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。これは今日先生方の方から お話ししいいただいただ大腸ののの手術費用の目安ですす3割負担の方を参考に計算してますこのフロアの中でもし1割負担か2割負担の方いらっしゃったら3分の1か3分の2していただければと思うんですけど内視鏡的な治療ですね3割負担の方だと入院含めてこのぐらいの金額しますポリープ切除だと6万円ですが ESD ですねそれだと18万円ぐらい。 で加えて、こちらの手術腹腔鏡なんて話もありましたがだいたい40万から534万とかそういった金額3割負担の方で請求が出てきますでこれにお食事代とかいわゆる個室料とかは含まれてはいませんのでさらに上乗せ分があると、まあ、非常に高いということがよくわかるんじゃないかなと思います。 で加えて大腸がんの化学療法ですねあの最近は高い治療薬が非常に出てるなんていうお話もありましたで、えーまあ、数ある治療薬の組み合わせの中でいくつかこうピックアップしてきたんですけれどもっ、えー、と,と月あたりの自己負担病院に支払う額ですよの3割負担で計算した場合に大体いいこういうような概算が出てきました、えー、3割負担で飲み薬で、えー、とこのぐらいの金額のやつもあれば、えー、こちらの方ですねあの 最近出てきているようなお薬を伴っていくと1月あたりで25万とかそういう請求が出るそういったものもございますで加えて外来治療でこういう負担が出るということなので病院の通院での窓口でこの金額を払うということですよ非常に大変ですよね。 でそれを踏まえながらこちらの高額療養費という制度に触れてみたいと思います今日はこのお話あの聞けたらばあのそれ以降は、まあ、ゆっくり聞いていただいて大丈夫です高額、えー、療養費よく皆さんご存知ですね昔はあのいくらか払ったらば後で払い戻すよというようなものでした、えー、今は所定の手続きを取ると一定額で上限で止まりますよという制度に変わってますもちろん払い戻しもできますで、えー、大事なのがこの70歳未満と、うん、70歳以上で いわゆる金額、表が変わるということ加えて所得に応じて上限が違ってきますよということですですので先ほどの例えば50万とかそういった入院費用手術代があったとしてもこのぐらいのいわゆる所得区分の方が事前に手続き取っておくとそれがこのぐらいの金額で済んでくると。 例えばこれとお食事代ということだったらば、なんかちょっと払えそうな気もするのかななんて思うんですけどもちょっとそういった意味で安心取れるかもしれません。であのこの星印つけたところに関しては、えー、事前の手続きが必要なところですなので70歳未満の方はもし高額な治療をする場合は必ず事前に手続きをお勧めしています。 じゃあ70歳以上どうか、えー、いわゆる一般的な1割の方ですと手続きいらないです保険証窓口に見せただけでこういう金額でちゃんと止まってきますなのでさっきお示ししましたああいうねあの何十万っていう金額が請求されるっていうことは実はここの方ってないんですね。 でただ3割負担の方ですと一部の方は手続きが必要だったりあとは試験民税の非課税世帯の方ですとさらに医療費が安くなることがあるのでこちらの方は。 申請をお勧めしてますじゃあ、どこに申請すればいいのっていうことですね、えー、健康保険にはあのそれぞれ発行している期間がそれぞれ分かれてます、皆さん、お手元の保険証の下のほうにですね、あの例えば、後期高齢者だったらば、えー、福島県後期高齢者広域連合であるとか、いわき市の国宝であれば、いわき市っていうふうにちゃんと書いてあります、会社が発行していれば、会社の名前入ってるはずなんですけど、それを見ながら窓口チェックしてあげてくださいね。 でここからは所得の話ですあのいわゆる出てく部分をなんぼ減らしてサポートしてたとしても入ってくる部分が伴わなければ、えー、当然ね不安はやっぱり残るんじゃないかなと思いますお勤めになってる方ですと、えー、こういった傷病手当金っていうのが該当になったりします、えー、病気やけがでお休みになられて仕事に就くことができなくて3日以上お休みしてたりすると、えー、給与の6割とかですねそういった保障があると。 があるので会社とよくお話ししながら手続きを取っていただきたい。 でえー、さらに治療が長期化した場合ですねそういうときは65歳より前の方でお勤めの方とかだったりすると発症から1年6ヶ月ぐらい経ったあたりから障害年金という手続きが取れたりする場合がありますただ、受給要件がいろいろあるので、えーまあ、必ずしもこう皆さんに該当するというものではないんですけれどもこういった等級がです、ね、段階としてあったりあとは人工肛門今日お話で出てきましたが、えー、いわゆる お勤めの方で人工顧問になっている方ですと障害・厚生年金の三級というのに該当する場合がありますあの長期的に人工顧問を使う場合ということですね でさらに身体障害者手帳というお話もちょっと触れてみます人工肛門を増設した方ですとこちらの4級というところで該当してきますただこれも長くですねいわゆるその人工肛門を使っていきます付き合っていきますというような方が適用になるものですで一時的な人工肛門を増設した方に関してはいわゆる自治体によって所定の制度が別にありますのでそちらを使い分ける ことがあります、えー、認定基準は全国共通なんですけれども市町村によって若干違ったりするので、えー、行政の方に確認が必要です。えー、加えて、えー、こちらですね先ほど蛭田さんの方から災害の話がちらっと出ました。えー 実はです、ね、このストーマ用品のセーフティーネット連絡会っていうのがあってです、ね、災害発生後1か月間いわゆる災害救助法適用のいわゆる市町村にいてなおかつストーマを保有していて一定の高被害状況の方に関しては1か月間無償でストーマを交付しますよなんていうものがありますいわき市の場合は障害福祉課っていうところが窓口になってありますのでもし今後ないことに越したことはないんですがあった場合は 頭の片隅に入れておくといいかもしれません。 で加えて民間保険ですね、えー、がん保険、えー、これに関してはあの必ずしも入らなきゃいけないというものでは決してありませんただ、えー、入っていることで、えー、いざというときの安心を得られる場合というのがありますで特に、えー、言いたいのが、まあ、診断時、手術入院通院はもちろんなんですけども先ほど触れましたセカンドオピニオンとか、えー、先進医療ですねあの陽子線治療とかの非常にこう高額な治療、えー、そのほか在宅医療とか お休みになったときの収入の保証というところでも最近、範囲が広がってきているので、えーまあ、こういったところももし今後加入を検討している方は意識して、えー、あの保険を選んでいただけるとよろしいかなと思います。で次にお仕事のことですね、えーまあ 治療と仕事の両立支援っていうキーワードがですね、今すごくいろんなところで出てます。あの肝心なのは、今までのお仕事を今までどおり続けながら治療を合わせて続けていく、それだけです。それだけのことなんですけど、それが今まで難しい状況にあった。なんでかというと、会社の理解が得られなかったり、ご本人さんが会社に打ち明けられる環境になかったりなんていう,ようないろんな理由があったりしました。生き生きと働き続けられるなんていうような社会が大事ですね。で国の方で は第3期がん対策基本推進計画というですね国の方針の中でもこういった就労支援というところをうたっております。そのほかですね えー、その他でいうと働き方改革なんかでもあの両立支援というのが加わってますで国の方ではこういったガイドラインを作って病院と会社の中でですねうまいことこう連携取りながらいわゆる文章を共有して患者さんの今後の治療方針とか就労状況を確認してそれでうまいこと払って続けられるようになんていうことで、えーまあ、こんなイメージなんですけどねで、えー この両立支援のコーディネーターという人を養成していわゆる病院と患者さんの間にとって調整できる人を育成していきましょうということになってまして一応私もそういう役割になってます。でサラリーマン金太郎とかですねうちの機構で出しているものでいうとそのほか病院向けのマニュアルを作ってみたりあとは福島県内で11月の5日28日で福島郡山開催だったんですけども全部で20名の参加があった研修 研修会がありました。これは会社向けの研修会でしてとある会社の上の方々が参加してこういう患者さんがいたらこういう事業所の方はこういうふうにサポートしてあげるといいんだねなんていうところをお話しましたで最後にお伝えしたいことこれですねがん治療において収入と支出のバランスっていうのが大事だっていうのは皆さん今日お話し聞いてよく分かったんじゃないかなというふうに思いますでまずは適切に制度を利用することあとは まあがんと付き合っていくとか両立っていう考え方が最近よく出てきましたのでまあそんな中で出てきた不安に関してはぜひともがん相談支援センターというところをご活用いただいてえまあこういうねハッピーな感じの治療と生活を続けられるようにというふうに考えております。ごごご清聴あありりががとととううざざいいままししたたなかなかかかお金のの問題とか体のことって 親しい人に逆に相談しにくかったりしますのでぜひ今のお話を聞いてあの千葉さん頼っていっていただきたいと思いますありがとうございました分かりやすく解説していただきました千葉さんありがとうございました